はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは。楓さんちへようこそ。今ね、もう6月ぐらいから、まあ6月かな、7月ぐらいから、まあ怖い話が、まあ、テレビなどで出てきて、まあね、9月ぐらいまでそういうシーズンですけど、皆さんどうでしょう、テレビとか、まあ、ネットでのね、番組とかってありますけど、どうでしょう、見たりします？私はね、まあ、たまたまそれを、があったならば、まあ、見ちゃうかもしんないけど、見ないかな。まあ、見るかもしんないけど、やっぱね、結構、その特殊能力っていうのかな、霊を見るとか感じるとかっていうのがない人でも、なんとなく、あ、この人ちょっとっていうのが感覚としてわかる人がやっぱいるみたいですね。で、それが大体あの病院の関係者だったりとか、看護師さんとかね、そういう人が、その霊能力とか関係なく、こう、あ、この人もうすぐっていうのがあるみたいでまあこの怖い話につながるんですけど、なんか前にね、その何人か前の話で、あの、もうすぐ亡くなる人をなんか見分ける人がいて、あの女性の方で、多分ね、声はね、まあ、変えてたりとかするんですけど、多分雰囲気としては今40代後半から50代くらいの、もう ベテランの方だと思うんですけど、なんかね、ある時に、女の子とか関係なく、子供の声が2、3人こうバタバタ、この足跡、走る音がしたりだとか、声が2、3人の男の子、幼い子のこう声が聞こえると、あれおかしいな、ここはそのね、小児科病院でもないし、まあ、小児科病院があったとしても別のところにあるし、で小さい子はまあいるような病院ではないので、あれおかしいなと思って周りを見ると、その影もいないし、あれおかしいなと思って見たら、そのいつも受け持っている人のそばに小さい子がいたと。え、なんでこんなところにいるのって思ってしばらくしたら、その次の日ぐらいに、その担当した人、子供がいた人が、まあお亡くなりになってしまったと。で、別の時に、まあ別の人を担当したら、その人もなんか、声だけだけど、小さい子の、まあ何人か、こう、キャッ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 喋ってるっていうか、笑っている声が聞こえて、それもなんか、なんだろう、大正時代の、その、昔の着物を着た女の子、男の子がいて、え、もしかしてって思って、しばらくしたら、その担当した別の方が亡くなってしまった。結構その人たちって、もう結構解放に向かってる。もう1日2日したら、もう、退院だねっていうような人が急変して亡くなることが多かったということが多い方です。で、共通して言えるのが、まあ、その小さい子供の声が聞こえるだとか、小さい子、まあ、男女問わず、その、なんだろう、何人か、3、4人ぐらいの子が、まあ、その人の周りに、こう、
うろうろしているっていうのが見えると、まあ大体その方が亡くなってしまうっていうことが多いみたいですね。まあそれはもう看護師さんあるあるみたいで、まあ、これに関連したものが、まあネット上なんかでも何個かこう話として出ていたりとかしていましたね。まあ、もちろんそれはね、嘘というか、まあ創作のようなものもあるかもしれないですけど、うん、どうなんだろうね。実際、ね、友達の友達の話で、ちょっとね、話を付け加えてしまっている部分もあると思うけど、そういうね、芸能人が発表するやつって、うん。で、まあ、中にはね、その幽霊ものではなく、実際にこう、殺人事件的なものの怖い話とかっていうのは、そっち系のね、話とか、まあ、あったりとかしてて、前にこう、多分したと思うんだけど、話をしたと思うんだけど、某有名女優さんの、その、周りのスタッフが体験したことが、まあ、その女優さんが体験したことになってた、まあ話があって、うん。なんだっけな。まあそれが松本さんがね、ダウンタウンデラックスかなんかで話してて、そうそう。ある人がまあ夜疲れて、10時、11時ぐらいに、夜中のね、夜中のそのくらいの時間に家に着いてて、で、エレベーターで、こうね、自分の階のところまで行こうと思ったら、まあ男性がいたと。でも顔見せるのも嫌っていう感じで、帽子を目深にかぶって、まあ、顔を見せないようにしてて、でおかしいなと思いながら、なんだろう、あ、どうもって思って話をして、でその人がなんだろう、自分の階に降りる前にその怪しい人が降りて、でその時もなんかぶつかったかなんかしたんだけども、謝りもせず、まあ、降りていったと。で、自分の階が来て、降りて、まあ、自分の部屋にくつろいていたと。で、次の日に、なんか朝バタバタしてる時に、ピンポーンとか鳴って、うん、何何と思って、外の、こう、あるじゃないですか、外を見れるやつ。あれを見たら、まあ、制服を着たおまわりさんが来たと。で、え、何と思いながら、どうされましたって、ドアを開けずにね、どうしましたって聞いたら、いや、実は、昨日ね、ここのマンションで、事件がありましたと。殺人がありました。で、まあ、昨日のね、時点から、今日の朝ぐらいまで、なんか怪しい人とか怪しいことがありましたかって言われたから、いやそんなことないなと思って、あ、でもその昨日の夜ね、なんか怪しい人がいたけど、まあそれを言ったらちょっと事情聴取とかそういうのもねあるんで、まあ、仕事があるんで、その前にねこう時間を取られたら嫌だなと思って、いや、ないですよって言ったんですって。で、そしたらまあ、あ、そうですか、わかりました。じゃあ、ね、何かあったら教えていただきたいと思いますねって言って、まあ、その場をこう、立ち去ったんですって、その警察さん、警察の人は。で、まあ、その人は、まあ、身支度をして、こう、お仕事に行ってと。で、その後に、まあ夜のなのかな、まあ夕方ぐらいに帰ってきた時にまあ家に帰って、
テレビ見たら、まあ、殺人事件がありましたと。このマンションで、自分のマンションで殺人事件がありました。あ、これ朝ね、なんだっけ、おまわりさんが来た時に、あ、この話をしてたんだと。で、まあ、まるまるさんという方が亡くなりました。まあ、こういう状態で見つかりましたっていう話を待っててて、で、あ、そうか、怖いな、自分がね、そうならなくてよかったわって思ってて、まあ、アナウンスで、なお、犯人は見つかりました。あ、まあ、顔はこういう顔で、名前は〇〇さん、〇〇容疑者と言われてますって言って、その容疑者の写真が写ったんですって。で、そしたら、その顔っていうのが朝見かけた警察官の顔だったと。で、なんで来たかっていうと、やっぱ顔を、自分の顔を見られたと。多分、そのエレベーターで会った時って、エレベーターで会った人がまあその犯人で、で、まあ殺した後、殺人を犯した後には見つかっちゃったと。あ、偶然にも会ったと。で、顔を見られたと思って、まあ次の日に、お伺いじゃないけども、そういうことを、どうですか？警察官の真似をしてね、まあ、見たの？どうなの？っていうことを確認したと。で、もし見たっていうんだったら、まあ、どうにかして、ドアを開けさせて、まあ、口封じのために、また殺人を犯すっていうことを しようとしていたらしいかもしれない。うん。で、本当はね、その、おまわりさんもそうだけど、刑事さんもそうなんだけど、大体二人、はい、大体2人1組で、まあ、相棒のようにこう組んでこう殺人事件なり何なりをする、は、ね、そういうことをするらしいんだけども、多分1人で行くならば来た人がいると思うんだけど、ちょっと怪しいと思った方がいいらしいですね。うん、でもし一人で来たのならば、その、なんだろう、その警察だと、おまわりさんだという証明する、なんだろう、社員証じゃないけど、そういうのがあるみたいですよね。普通の家庭、普通の一般職の、その、あるじゃないですか、社員証、会社の証明書みたいな。そういうのがあるんで、それを見せてもらってから、まあ、それに応じる。任意での、こう、調査とかそういうのに応じるっていうことをした方がいいですよ。多分ね、その、よく、この怖い話に限らずなんだけど、ね、宅配業者を装ってさ、こう、いろいろやるじゃないですか。詐欺事件みたいなの。そういうのでも、結構ね、服装というのが、まあ、制服みたいなのも、結構似せてきているらしいんですよね。その、大和さんだったり、佐川さんだったり、あと、郵便局の、そういうタイプの人も。なので、まあ、よく言えば、よく言えばっていうのが、そのコスプレとかで、こういう風に作りたいって言えば、まあ、業者に頼んで、こう、ね、作ってもらえるじゃないですか、今の時代。なので、そういうのって頼んで、まあ、そういう嘘をついて、コスプレで作りたいっていうことで、まあ、やってね、まあ、嘘をついて、まあ、それを調達して、で、詐欺行為をしてしまう。なので、まあ、それもそう。ね、その社員証じゃないけど、そういうのを、まあ、持ってるんですって。その、まあ、大和さんなり、佐川さんなり、他の、ね、宅配業者の、あれもそうなんだけど、それを見せてもらってから、あ、わかりました。
じゃあそこに置いててくださいねって、じゃあ応対しますっていうようなことをまあした方がいいですよ、確認した方がいいですよっていうことは、なんかまあそれをね警察の方でも言ってるみたいですね。はい、なんかそれちゃいましたけど話が。皆さんどうでしょうか、そういう怖い話のテレビとか見たりしますか。もしよろしければね、ご意見いただけたらと思います。それでは皆さん、さようなら。